周回掲示残り2周、一旦松岡ラインに蓋をする格好は7番坂本、残りはすでに800を切っています。坂本龍馬が前を取って5番松岡健介、3番手に引いた外並走難関です。徐々に踏み上げて1番海老根、海老根が抑えます。9番佐藤智和、2番佐藤慎太郎、来た2人が難関を抑えて先頭2番手、ジャンの4コーナーです。海老根は現在3番手、5番の松岡、さらに8番筒井、両目上がってくる。そして間から難関勢、さあ機動力タイプ、動きが激しくなる。5番の松岡健介行き切ります。8番筒井がマーク、内並走9番佐藤智和並走になった。7番の坂本龍馬も送ります。志原のマーク少し遅れた。さあ一発にかけて坂本龍馬上がってきます。大展開、1番海老根、第4コーナー直線、高速落車があった。先頭坂本龍馬ゴールイン、続いた体勢海老根か、あとは佐藤智和か。